韓国の有名なグループシャイニーの有名な歌手テミンが、数日間、彼の国のすべてのソーシャル、ネットワークとメディアでトレンドになりました。アイドルの体型に関するニットプランナーオープニングファンの事前に基づく一連の発言をした後、この韓国のアーティストは、業界で最も大食いのアイドルの一人であるにもかかわらず、常に分実売り、細い体を楽しんでおり、いくら食べても体重が増えているようには見えませんでした。しかし、最も細いアイドルの一人として知られていたため、状況は変わりました。テミンは、最近、最も熱い方で出演した生放送を行い、フォロワー全員を驚かせました。衝撃的な放送は、テミンがついに韓国軍での兵役を終えた時に起こりました。また、ライフスタイルの変化により、すべてのアイドルが体重の変化を経験する可能性があるため、彼が肉体的に変化することができたのは軍隊の中でだったと説明する人もいます。彼の体重増加は多くの注目を集めましたが、それはシャイニーの15メートルプログラムのエピソード中にありました。そこでテミンは、自身の身体的変化に対する反応という観点からファンの偽善について語った。彼の顔とアイドルによる体重増加を批判する信者がいたので、彼らを偽善者と呼び、そして、彼が非常に痩せていた時、多くの人が彼を同じかそれ以上に批判し、彼が太ると示唆し、太ると誰も私を好きになりませんでした。